今日午前11時過ぎ、佐賀市南佐賀にある佐賀東高校の職員から、体育の授業をしていて2人が熱中症のようだと消防に通報がありました。2年生の生徒3人が病院に搬送され、熱中症と診断されました。佐賀東高校によりますと、生徒はグラウンドで体育の授業を終えた後で、男女合わせて14人が吐き気や頭痛などを訴えたことから、熱中症の可能性があるとして消防に通報したということです。搬送されていない残りの11人は保健室で手当を受けました。県などによりますと、当時は10分の休憩を入れながら150メートルのトラックのうち半周を2回走りましたが、水分補給はしていなかったということです。今日の佐賀市は最高気温が 34.9 度と全国2位の暑さとなっていて、各消防によりますと、午後4時までに県内では熱中症の疑いで8人が搬送されたということです。佐賀消防署は、高温などで熱中症の危険があるような場合は、外での運動は極力控え、こまめな水分補給をしてほしいと呼びかけています。